こんにちは、エッジケース斉藤です。今回エッジケースハイパーマックス S スタイルを S スタイル2としてリニューアルを行いました。 S スタイルはワゴンユーザーの皆様に大変ご好評いただいております。そして今回の S スタイル2に関してはさらなる美しいスタイルを実現するためにリニューアルを行いました。 S スタイルの特徴としてはショートハイトスプリングと専用設計のショートストロークショックの採用により究極のローダウンを実現します。ダンパーの底付けを避け乗り心地を確保しているにもかかわらずロール量を最小限に抑えて路面とエアロの干渉を防ぐセッティングといたしました。今回のリニューアルポイントは3つ。まず1つ目、今回の S スタイル2に関してはラインナップすべてアームストロークの限界まで下げることを想定しケース調とストロークを見直しました。そして2つ目、今までの S スタイルに関しては全車種強化ゴムアッパーマウントを採用しておりましたが今回の S スタイル2はフロントがストラット式サスペンションを採用している車両に関しては調整式ピロアッパーを採用いたしました。そして3つ目、このようなスタイルが実現できるにもかかわらず車高を上限まで上げることで車検を通すことが可能となっております。以上のようなリニューアルポイントによりこのような美しいスタイルと究極のローダウンが実現することができました。それが S スタイル2です。5年前 S スタイルを立ち上げるにあたり V ビジョンの花田さんにご協力をいただきました。その当時の話を聞いてみたいと思います。花田さん、 S スタイルを開発するにあたって一番のコンセプトは何だったんでしょうか？とにかく低く走れる車高調ができないか、はい、っていうのがまずありましたね。その実際低い車高っていうのを実現するために、はい、どういったことを指示をいただいたんでしょうか？フルタップでショートスプリング、はい、ショートストローク加工のショック、はい、っていうものがその当時なかったんで、はい、そういうものがまずできないか、はい、やっぱあのローダウンをかなりして、はい、まあ、走られる方っていうのは、はい、あのホイール自体も結構あのインチアップっていうものがすごい多くなってるあの時代だったんで、はい、そういうものに関してあと減衰力ちゃんとつけてくれっていうものを提示しました。実際そのホイールのサイズっていうのは何インチぐらいを想定してるんですかね？19インチ20インチですね。やはりその台形ホイールっていうのを履くと今までのうちでいうと C ワゴン、はい、ああいったところだと下がりきんないという状況が発生するということですか？下がりきらないのもありますけれどもやっぱユーザーさん自体がそれ以上のものをやっぱり求めたい、はい、で自分も1ユーザーとしてその当時よくイベントに出てたんで、はい、ユーザーの、まあ、目線というか、はい、気持ち的にもそういうものがあったらいいなっていうのがあって、車高自体そのかなり極限まで下げるっていうことも想定していると思うんですけど、はい、そういった時の乗り心地っていうのはどうでしょうか？純正と比べれば多少はやっぱり同じものというものはできないと思うんですけれども、はい、まあ減衰力、はい、まあ、調整式にすることによって、はい、あのユーザーさんの好みの硬さっていうものはどこかで選べれると思うんですよね。でそれに合ったスプリング設定をすることによって、まあ、バランスが取れたような車高調にはなるんではないかな。やはり今までの既存の C ワゴンというものに対してかなり別な設定をされたというイメージですかね？そうですね、もうその当時であればまずありえない、はい、車高調だったような気がしますけれどもね。そうですよね、あのケース調なんかを見るとあの C ワゴンと比べてかなり短い設定になってますよね。そうですよね、もうそれぐらいいかないと、はい、もうその当時のユーザーさんも満足しないかなって思ってしまう自分の気持ちもあったんで、はい、まあ、その気持ちを、まあ、メーカーさんにちょっと伝えたいっていうのもあって、実際花田さんにアドバイスをいただいて S スタイルを発売してここまでかなり RB1、 特にあの当時 RB1 乗られてたと思うんですけど、はい、そこのイメージで RB1 のお客さんには大変ご好評をいただいてるんですね。 V ビジョンの花田さんにこういったアドバイスをいただき、
究極のローダウンを実現する S スタイルが誕生しました。このスタイルが V ビジョンが提案する V 足です。ワゴンユーザーなら絶対満足するはず。 H ケースで S スタイルを発売後、 V ビジョンさんのオリジナルの足 V 足を発売いたしました。これはどういったコンセプトで作られたんでしょうか？ S スタイルを発売してから、はい、ちょうど3年目ぐらいになった時に、はい、やはりユーザーさん自体が、はい、やっぱもっと例えば落としたいとか、はい、もっと低くして走りたい、はい、そういうものをすごくまた今度加工してくれとか、はい、そんな話がすごい出てきて、はい、まあ、うちとしては本当は S スタイルでいいんじゃないのかなっていうところもあったんですけれども、はい、まあ、うち自体もまあそういうような形で開発に携わってたっていうのもありましたので、はい、今回ちょっと V 足というものをちょっと作ってみたいなと、はい、いうことから始まり、はい、オデッセイ、はい、というの V 足をちょっと作っているような形に、はい。エッジケースが発売する S スタイルと V 足はどういったところが違うんでしょうか？より車高を落とせて高速で踏める足を実現しました。 S スタイルよりさらに車高を下げるということですね。そうですね。仕様としてはワゴンを極めるためにバネレートからバネの長さ、ケース調、ロッド調、減衰全てオリジナルセッティングしてます。セットアップの際は自ら乗って納得いくものを仕上げているつもりですかね。はい。このようにですね、ヘビーユーザーの皆様にも、お納得していただける足 V 足、これをリリースしている V ビジョンの花田さんにアドバイスをいただき S スタイルというのは誕生しました。